こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は心理学講座でですね、伝える技術っていうのをやっていきたいと思いますね。前回ですね、体罰の問題についてお話をしたと思うんですが、まあ、あれにちょっと通じるものがあって、でまずちょっとそもそものですね、マズローの5段階欲求っていうのをですね、これも非常に有名な、ご存知の方も多いかと思いますが、人間っていうのはですね、この5段階欲求があって、まあ、マズローは死ぬまでにこの 6段階目があるという、自己実現の上にはですね、こう他者に対してのこう貢献っていうのがこう出てくるっていうのを6番目を言ってますが、とりあえずまあちょっと5つですね、要は生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求、承認欲求、自己、実現欲求っていうのがあってですね、こう人間っていうのはこの下から順番に、下が満たされたら上を満たしたくなっていくと。だから例えばですね、こう自己実現とかこういろいろって言っても、食料がなかったらそんなにどこじゃないじゃないですかみたいな、そういったところですね。下が満たされてない人間でも、下が満たされてることに対して、そこに対していくらこう話をしても、こう逆に響かなくなっちゃいますよっていうお話なんですね。生理的欲求っていうのは、食欲と睡眠欲と性欲っていうふうに僕は、ね、先生に習ったんですね。じゃあ排泄欲どうなんですかって、まあ性欲も排泄欲の一つって言われることもあるんですけど、人間がこう体を司るためには、まあ、この3つっていうふうに言われてね、食べないと生きていけないし、睡眠しないと人間は死んでしまいますからね。性欲は死にはしないんですけど、人間って性欲がやっぱりこう死を保存するっていう欲求はすごくでかいらしいんですね。だから三大欲求と言われてますね。だからこうこの辺のビジネスではすごく売れるわけですね。だから食事産業っていうのもやっぱ大きいです。まあ、食事産業っていうのは最近もそうですけど、ものすごくこう経費かかってしまうから、なかなか難しいんですね。まあ、だから食欲っていうのはなくなることはないので、食欲、あと睡眠欲ですね、お布団とかそういったものを売るビジネスってやっぱでかいですね。あと性欲ですね、これも一番生産業ってね、一番大きいものですから、人間が一番強い欲求を持っていることですね。その次はですね、経済的健康的な安定ですね。要はこういったものがずっと安定して満たして、要は今日食べたらいいけど、明日も明後日もし明後日もずっと安定して食べれるように、経済的お金とかね、まあ、お金があっても結局食料が手に入らなきゃダメだから、そういったものの安定を図るという欲求があって、家族や集団に所属しているというのね、小学校中学校に入ったりとか、家の家族にいるとか。で日本に住んでるとですね、ここら辺の 1,2,3 ってもう生まれた時からほとんど満たされてるわけですよ。で昔はこの辺の物的欲求、こういう経済的な欲求っていうのは強かったんですね。 3C って言ってね、クーラーとね、マイカーとね、カラーテレビ、それがあったらものすごく幸せだっていうような形だったんですけど、今もうみんなありますよ。カラーテレビない家なんかないですし、まあ、そもそも白黒テレビっていうの知らない人が多いんじゃないかなと思いますしね。マイカーみんな車も2台も3台もありますよね。テレビもそうでしょ。でクーラーももう各部屋についてるって言ってもおかしくないじゃないですか。そういった状況でこう上司にああだこうだ言われると、結局満たされちゃってるので、ここはもう響かなくなってるんですよね。だからお金あげるから仕事しろっていうのがだんだん効かなくなってる時代になってるってことですね。そしたら家族とかこう集団に所属っていうのもみんな持ってるもんですからね。ここじゃなくて承認欲求っていうのが今強いんですよね。だから人っていうのは認められたいっていう欲求がすごく強いわけですね。これはまたほんでこうこの3つが満たされてるがゆえに、ここガーンと台頭してきてるわけでしょ。これって満たされることないんですよね。承認欲求、認めてるよって言われても不安がずっと残っちゃうので、こうこの承認欲求っていうのは本当にね、食欲以上に今は大事って言われてますね。で自分の持つ可能性をこう実現していく欲求っていうのがあるんですね。この承認欲求っていうのをちょっと覚えておいていただけるといいかなと思います。この間の体罰の話からちょっと続いてくるわけなんですが、人間って期待があるから怒りが生まれるわけですね。期待があるからそれがうまくいくと喜びになるし、うまくいかないと失望になり怒りになったりするわけですね。それが要は相手に期待がなければ怒りにはつながらないということなんですね。夫婦間の仲が悪い時にですね、相手に対して怒りを感じている部分にはまだマシなんです。期待があるわけだし、だからこう愛情の裏返しではあるんですよ。相手に対して期待が全くなくなると何をしても別に平気になってくるわけですね。もうそうなってくると、もう旦那に対して何も思わないってなってくるところはもう大体もう破局ですね。というわけでこう期待と怒りっていうのがあるんですよ、ね、だからその
人間っていうのは怒りっていうのは期待があってそのバン何かあった上で、まあ、バンって殴られたりとかすると急に殴られることはないっていう人生だと思っていたことに対してバンってこう殴られるからなんで私だけっていう形になって怒りにつながるってことで脳幹っていうのがあってで古い本能脳っていうのがあって大脳神室があるわけですよ。で本能を抑えるためにこういうふうになってるわけじゃないですか。だからこう原始的な人間であればあるほどその本能の方が先出ちゃうみたいな感じなんですね。で自分のことを欲求を抑えては抑える人ほどストレスをためちゃうしこうイライラしてしまうということなんですね。理性脳の方で考えてしまうので理性でガッて抑えたところでこう本能で怒りが出てくるわけでしょ。だからこう伝える時にはですねその相手に対してその最初に感じた大脳神室で要は理性脳で考えたところの気持ちを言うという形にするっていうのがいいと言われてるんですね。やっぱ相手は相手で一生懸命考えて行動をしているわけなん で人間っていうのは誰しも相手を不幸にしたいと思ってるわけでもないんですね。要はまあ自分が中心になってくるんで自分がになってくるんで他人のこと考えてられないってなるんだけど自分なりには一生懸命生きてるわけです。でこう例えばこう線引きっていろいろあるんで人によって例えばこう、皆さん牛食べますもんね。でも牛はだからこう自分の線より外にいるわけですよ。こうそのお肉を食べても平気なわけですよ。まあ平気って言ってもその殺されるシーンとか見るのは嫌でしょ。だけど でも人間という枠の中からこう外れてるからだからいいわけでしょ。だから人間の肉って怖くて嫌なわけじゃないですか。それは自分たちの線引きの中にいるからですよね。これがあのトランスパーソナル心理学ってやるとこの枠をもっともっと大きくしていって牛とか殺しちゃダメですよとかいろんなことがこう起こっていくわけなんですが、まあ、それはちょっと置いといてどちらにせよここ人間こうある枠があるわけです。でこの枠が狭い人であれば隣の人とかそういうのも別に関係ないみたいな自分の家族は大事とか友達は大事とかそういう枠の中に入った人のことは傷つけたくないわけですよ。でその枠が大きい人っていうのは懐が大きい人になるわけですね。で相手は相手それなりに一生懸命考えて行動をしていると。だから相手の話を聞いてそれを認めてあげる傾聴、この傾聴っていうのが難しいんでこれはまた別のビデオでやりますね。しかしそれだけでは自分の思ってることが伝わらない。要はこうまあこう聞いてるだけでうんそうだねそういうこと言い分はよくわかるよって言っても自分の言い分も伝えなきゃいけない。この言い分の伝え方がまずいとここでこうバチバチバチってなってしまうわけですね。期待が裏切られたその時に感じた怒りの以前の気持ちを伝えるっていうのが、もう大事ですね。それは投げかけておく。でもそれで相手が変わるかどうかっていうのはこれもアドラー心理学の課題の折ですね。勝手にしてっていう話なんですね。もう相手がそれで受け入れなかったらもう近くにいる必要はないし相手が受け入れてくれて自分の近くにいようとしてくる要はこう自分を枠の中に入れてくれれば一緒に生活すればいいっていう考え方をするわけですね。例えばですね事例としては、子供が泥に飛び出してしまった。これもですね、この間体罰問題でお話ししたんですけどこれいい事例があってですねあの知り合いの人が体験したやつはですねもうあまりにも怖くてお母さん子供をギューって抱きしめてですねでこう涙ポロポロ流してあなたがあの車でひかれたらお母さんはあなたが死んだらどうやって人生生きていけばいいのかどんなに悲しい思いをするのかっていう一生懸命伝えたら子供はもう二度としないっていうふうに言ったわけですね。体罰でこうパシンと尻を叩くっていうのもこれももうもちろん気づけば全然いいんですけどともすると叩かれるのが嫌だからそこに路上に飛び出さないっていうインプットの仕方をする可能性があるわけですよ。そうするとこう体罰ってあんまり良くないですね。即効性はあるけど応用が効かなくなってしまうのでだからこう体罰なんかつかなくても人間っていうのは言葉でちゃんと、伝えていけますよって。それがまあまあでも本当にね言葉がまだ伝わらないようなもう1歳とか2歳とかの子供に関してはもう叩くしかないような気もするんですけど、まあ、それも叩かずに別にこうかくまってあげて自分がこうその1歳2歳の場合は自分がそういうところに出さないようにするしか方法はないとは思うんですけどね。まあ、大事な話をしてるの隣で騒いでるとうるさいなと思ってお前らうるせえってなったらこれはもう喧嘩腰なんでダメでしょ。だから基本的にはやっぱりこう
ヘルプなんですね。だからね、申し訳ないですね、楽しいとこ申し訳ないんです、あなたたちのやってることは分かるんですよ、楽しそうだし僕も本当に今のタイミングあなたたちと一緒に楽しめればいいなと思うんですっていうふうにまず相手を認めてあげつつ、ただこっちで、ね、ちょっと大事な話しててちょっとね聞こえづらくてちょっと困ってるんですよっていうふうに言えば、向こうもあ気づかなかったですってなるかもしれないし、こっちがちょっとどうしてもこう今日はこういうね騒ぎたい気持ちなんでって言われたら、自分たちが場所移動するっていう方法になるわけじゃないですか。とにかくこういうのってね、ハリネズミの法則って言って、こうお互いのこう針がね痛くないところに近づいていくっていう、ね、お互いがこういうふうにするっていう、まあそういう法則があったりするんですけど、お互いがこうちゃんと自分たちの自己開示をうまくして、相手との距離をうまく保ちましょうねっていうやり方なんですね。相手の事情をちゃんと聞くと、こっちもいろいろ譲る気持ちっていうのがあるんですね。これはすごく有名な話なんですけど、まあ電車に中にいて、子供たちがこうもう中でこう釣り缶に捕まったりね、わわ叫んだりとかね、椅子の上でポン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 飛んだりしてて、お父さんは一緒に座ってんだけどずっとこううつむいてるんですね、何も言わないって。である男の人がすいませんって言って、ちょっとあの子たちみんなにも迷惑になってるんで止めてもらわないと困るんですけどって言ったら、ああそうですね、止めなきゃいけないんですね、すいません、今日うちは妻を亡くしてしまって、あの子たちも普段はおとなしくしてる子なんですけど、ショックできっとああいう風になっちゃってるんですね、でも皆さんの迷惑になるんだったら止めなければいけないですねっていう風に言われて、この時に何を思うかですよね。いろんな事情があるんですよね。だからその日だけそうかもしれないからね。だからそれで気づいて、普段はそうしてるけど治るかもしれないしね。だからこれは自己開示の仕方ですよね。部下が遅刻をしてきた、これ僕もねいろいろ経験あるんですけどね、昔若い時はパーン殴ったことありますね、本当に未だに言われますね、本当にね。でしかもボクシング習い始めてからはですね、今度は殺されるんじゃないかって話になってますけど、やっぱり叩いて体罰で効くもんじゃないですね。自分の心にもずっと残っちゃうし、良くないことだと思います。部下が遅刻してきた時なんかは、いつもしっかりしてる君がね、今日はね、遅刻することによって会議でねずっと期待してたのに君の、評価が落ちてしまったことですごく僕は残念だよっていうふうに一言言ってあげれば、彼は変わるかもしれないですよね。いや電車が遅れてって、電車なんか遅れるよりも早く乗るのが当たり前だみたいなことを言ってしまうとですね、僕も立つ瀬がなくなってしまうわけですね。遅刻したいと思って遅刻してるわけじゃないと思うんですよ。いろいろあってズボラな性格もあるかもしれないですけど、あ期待してくれてたんだっていうところが分かれば、彼は次は期待に応えてくれるかもしれないし、そこから先はもう課題の分離ですね。あまりに遅刻するんだったら外せばいいわけだし、ということですね。子供が弟を叩いて泣かせたと、っていう時にこう、なんで泣かすのパチンっていうのがね、相手を叩いたから今度は叩き返して、お母さんが叩き返す、これ体罰って言われるようになったと思うんですけど、これもですねやっぱりこう目線を落としてあげてですね、いつも優しい何々ちゃんが今日はこういう風にするってね、よっぽどのことがあったんだよね、どうしたのっていう風に聞いてあげるという、すごい大事にしてた落書き帳をぐちゃぐちゃに書いたんだよっていう風に言われたら、それは怒るのも仕方ないよね、でもねそれで自分より弱い弟を暴力でバーンって殴るのはお母さんやっぱそうやってやると悲しい気持ちになるなっていう風に言ってあげるとですね、やっぱりちょっと変わると思いませんかね。やっぱ言い方ですよね。ただこれでも変わらない子がいるんです、それちょっと後で話しますけど、夫が約束してたのに朝帰りになったと、まあよくあることですよね。でも前は残念だったと、あなたがそう、でも仕事でね私たちのためにこう夜遅く飲んでるのも付き合いだろうしすごく大事だったけど、私たちはやっぱとっても寂しかったわ、一緒にすごく楽しみにしてたんだけどね、でも仕方ないよねって言ってあげる、認めてもあげるけどこっちが寂しかったことも伝えるっていうのはすごい大事ですね。でもこれでもこう何言ってんだおめえたちのために働いてきてるのにみたいなことを言う人っていうのはですね、相手が聞いてくれない時っていうのはね、基本的に相手がですね、さっき言ったね、一番自己重要感ってのが欠乏してるんですよ。なので自己重要感がないと自分に自信がなくなるから、だから結局攻撃的になってしまうわけですね。そういう時はですね、普段から感謝の言葉をギブしていないわけですよ。やっぱりね、枯渇してると気恥ずかしくて受け入れられなくなるんですね、そういうこうまともな言葉がですね。だからこれ僕は結構ねよく言うんですけど、何人かねカップルをこうね修復させてるんですけども、かなり男女間の仲が悪くなってて、もう離婚寸前っていう時にですねお話ししたお話なんですけど、棒読みでいい、これは棒読みでいいっていうのが前提なんですけど、そんなありがとうとか言いたくない、
だから ありがとうとかでもいいんです。いつも私と子供のために仕事行ってくれてありがとうっていう風に、まあ、棒読みでいいんで、もっと棒読みでいいですよ、棒読みでいいんで毎朝言うようにしてください。そしたら旦那は絶対、みんな言うんですね、最初の初日は、はあ何言ってんのって言うんですけど、1ヶ月続けるとですね、家帰ってくの早くなるって言うんですよ。これ本当にね効くんですよ。棒読みでいいんで、棒読みで、スキンシップを取り予防の言葉を、まあ子供なんかもそうですけど、スキンシップでやっぱりこうね甘えさせてあげて、で予防の言葉、この知り合いのこの間事件があったんだけど、自転車で飛び出して亡くなっちゃった子供がいるんだよねって言って、自転車何々ちゃんも乗るでしょって、お母さんそんなことになったらもう悲しくて悲しくて生きていけないからねっていうふうに伝えておくということですね。予防の言葉も言っておく、要はまあ体験したら一番早いんですけど、一番危険ですから、予防を普段から予防の言葉をね、ああいうところでこうパンって飛び出してくるちょっと 見たりとかね、例えば信号歩いてる時にもしここでさパッて飛び出したりとかしたら、お母さんもう本当にねもう見てられないわっていうようなことをね、ちゃんと普段から予防でちゃんと言っておくっていうことも大事ですね。あとできた時の感謝の言葉、これ意外とねこう感謝の言葉って恥ずかしくて言えないんですけどね、僕はまあね結構皆さんによく言うねって言われたけど、しょっちゅうありがとうって言ってますね。ただだからね言うのね、非常に、皆さんねこう何かこうギブアンドテイク、ギブアンドテイクの話しますけど、ギブってお金を使わなきゃいけないと思ってるけど、一番響くのってただのもんばっかなんですよ。ありがとうとかこんにちはとか普段からのスキンシップだったりとか、もう全部ただなんですよ。ありがとうとかごめんとかそういうのも言っといた方が勝ちですからね。先に言った方が勝ちなんで、例えばね朝帰りが多かった旦那さんがね、たまに早く帰ってきたら、いや今日は早く帰ってきてくれたんだってめちゃくちゃ喜ぶとかね、そういうのやっぱしてるかどうかですよね。結局自分がこうそう思った時に相手はしてくれないしてくれないと思いがちですけど、普段からのやっぱ蓄積がないとやっぱり相手もやっぱ大好きな人のこと言うことって聞くじゃないですか。誰でもそうですけど、大好きなミュージシャンの言葉って聞くんですよね。自分の本音で生きろよっていうのをお父さんが言っても聞かないですけど、ワンオクが言ったらみんな言うこと聞くんですよ。それはやっぱり気持ちが好きだからです。自分の響くことを常にこう音楽で与えてくれてるから、だからギブがあるから、だからこうこっちも受け答えすることができるわけですね。向こうギブしてくれて、こっちがいっぱいテイクしてるから、だから相手に対してこう言ってることを聞こうとすることを心を開いてくれるわけですね。こういう蓄積が普段からないとやっぱりなかなか難しいというお話でございました。なので伝える時にはとりあえずその自分が怒ってるってことを伝えてしまうとやっぱりトラブルの元になるので、怒ってるっていうことは以前の悲しかったとか、寂しかったとか、残念な気持ちでいっぱいだとか、その落胆したとか、そういった言葉を使った方が相手にはうまく伝わるし、伝えるためには普段からギブをしておかなきゃいけないということでございました。まあなかなか難しいことではありますが、自分から言うの嫌だなって思う人やっぱ多いし、僕もやっぱりねこうなかなか気恥ずかしくて言えないことも多くて、ああこれなんか普段からそうやって言っときながら、人に言っときながらできねえなって思うことはいっぱいあるんですけど、でもまあ一応心理学を勉強するとこういう風になってるんだということですね。時間がかかることだし、いろいろ蓄積しなきゃいけないことはいっぱいあるけど、でもまあ仕方がないですね。これが自分たちの課題ではあるので、頑張って皆さんやっていきたいと、一緒にやっていけたらと思います。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。